症状がものすごくひどい時の対処法。精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、今日は豊洲からお届けします。二型双極性障害さん、37歳男性。うつ状態が辛いです。気持ちは沈まないですが身体症状がメインです。常に動悸、パニック発作が頻発、皮膚の異常感覚、夢の中みたいな不快感、焦燥感のそわそわで狂いそうです。大体皆さんこんな感じですか？時間が解決しますか？精神症状がものすごくひどくて辛くて大変で、もうどうしようもないという、いても立ってもいられない、辛い、なんとかしてほしい、さらにはこの症状が今後もずっと続くんじゃないだろうか、あるいはもっとひどくなってくるんじゃないだろうか、この症状が何ヶ月もあるいは何年もあるいは一生続くんじゃないだろうかみたいなね、そういう不安を持ってしまうと思います。ものすごくこの精神症状が辛い時っていうのはね、どの病名診断にもね関わらず、精神症状が辛いと逆にもう本当にもう死にたいっていうふうに思う人もいるかもしれないけど、たくさんの患者さんを観察したところによると、本当にひどい症状が何ヶ月もずっと続くってことは普通は考えられないですね。少なくともちゃんとそういう病院に行って治療をね受けて、薬も飲んだりね通院もしたりしてるっていう状態においては、ものすごく辛いっていう状態が何ヶ月もずっと続くってことはないというか、少なくとも私は見たことがないですけどね。やっぱりこの波があるので、症状っていうのはね、すごく悪い時もあれば良くなっていくし、良くなってもずっとそのままいいのかっていうと、またちょっと悪くなったりもするということで、必ず症状っていうのは波があるんですね。そういう波を良くなったり悪くなったりしながら少しずつ良くなっていくっていうのが大体精神症状の治り方です。だから今ものすごく辛いって言った時に、例えば0点から100点で一番辛い状態が0点の状態だとしましょう。そうすると今の0点の状態が1週間後も0点で、1ヶ月後も0点で、1年後も0点っていうことはまずありえない。私は少なくともそういう患者さんは見たことない。1週間後には50点まで良くなっているし、その1週間後は30点になってるかもしれないし、その1週間後はまた60点になってるかもしれないし、またその1週間後は20点になってるかもしれないし、ということで浮き沈みがあったりね、良くなったり悪くなったりするっていうことが一つの精神症状の治り方というか移ろいですね。だから今ものすごく辛いっていうのが永久に続くってことは普通は考えられないというふうに思います。なので台風みたいなものですね。台風が来る、あーどん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 悪くなってくる、大変だ辛いってなるけども、台風が1週間ずっとね同じところに留まってるっていうのは普通ありえないですよね。それと同じです。精神症状もね、台風とか嵐みたいなものでものすごく辛くて激しくてひどい状態で、もうそのひどい時になると、もう大変だ、このままじゃ大変だっていうふうになるわけですけども、過ぎてみると、あなんだ過ぎ去るんだっていう風にして冷静に見られる。本当にひどい状態の時はなかなか冷静に見られないということでね、この嵐の状態なわけですね。だから嵐が来た場合、台風が来た場合はもうそこでジタバタしてもどうしようもないわけですね。よくニュースとかでもありますけど、台風が来てるのに用水路を見に行って落ちて亡くなった方とかの報道がされますけども、家でじっとしてるっていうのが一番いい方法なんです。そこでむしろジタバタするとですね、そういう風にいろいろなトラブルに巻き込まれる可能性があるっていうのも、このメンタル疾患も言えるのかなっていう風にね思いますけども、なので本当にこのものすごく辛い時はもう家で休む、何も考えないでね休む、何も考えないで休むこと自体が辛いんですけども、少なくとも今の今日の話を知っていると、今のようなものすごく辛い状態が何ヶ月も続くってことはないですよってことを知っていただけると、患者さんは今みたいな状態が永久に続くんじゃないだろうか、死ぬまで続くんじゃないだろうかってことを心配するので、その心配は少しは減るのかなというふうに思います。良くなったり悪くなったり、また良くなったり悪くなったり、必ずこの波というものがありますよということなので、今ものすごく辛くてもですね、1週間後はすごく良くなってる可能性も高いので、とりあえず今しのぐってことですね。そこで一番辛い状態になった時に死にたいと思って死んでしまう人もいらっしゃるんですけど、ここをなんとか進行して、なんとか1週間後は今よりも良くなってるはずだと思うので、しながらでやれるなとね、頑張って療養できるのかなというふうに思います。本当に辛くてしんどい状態っていうのはそんなに長くは続かないので、今この一瞬をですね、なんとか頑張って嵐が過ぎ去る、台風が過ぎ去るのを待つようにしのいでほしいなというふうに思います。